カドモス。カドモスは、ギリシア神話の登場人物である。フェニキアのトゥロスの王、アゲーノオルト、テーレパッサ、アルギオペトモノコで、キリクス、ポイニクス、エウローペート兄弟、また、タソスとイフ兄弟。アレースとアプロディーテーの娘ハルモニアーと結婚し、イーノー、セメレー、アガウエー、アウトノエー、ポルイードス、イルリオスを設けた。 テーバイの創建者。聖堂の発見者とも、フェニキア文字の配列を変更し、ボイオーティア地方に伝えたという。ゼウスが、カドモスの姉妹であるエウローペイをさらったとき、アゲーノールは息子たちを捜索のために立たせ、エウローペイを見つけるまで帰ってくることを禁じた。このときカドモスは母テエレパッサと共に船出して、ロドス島、テーラ島と経由して、トラーキアに到着した。 この地でテーレパス探しが死んだため、カドモスはデルポイまで赴いて、今後の方針につい信託を伺った。信託のお告げは、エウローペーを探すことは諦め、一頭のメウシの後をついて行き、その牛が倒れたところに戸を建てよというものだった。デルポイからポーキスに通じる街道で牛飼いたちに出会ったので、カドモスは白い満月の模様のあるメウシを彼らから買い取り、 一度も休ませずに置いたて、その後をついていった。メウシはやがて疲れ果てて倒れたので、カドモスはその地にアテーナーの像を建て、牛をイケゲにするために、配下の者を近くの泉に水汲みに行かせた。しかし、その泉はアレースのもので泉の番をしていたオロチに、カドモスの部下たちは殺されてしまった。怒ったカドモスは岩でオロチの頭を打って殺した。 生贄を捧げると、アテーナーが姿を現して、カドモスの行為を褒め、オロチの牙を地中に巻くよう告げた。カドモスが言われた通りにすると、地中から武装した男たちが飛び出してきた。カドモスが彼らの真ん中に岩を投げつけると、男たちは天下に殺し合いを始めた。最後まで生き残った5人が、カドモスに忠誠を誓い、彼らはスパルトイ、すなわち、巻かれた者たちと呼ばれた。 アレースがオロチを殺した罪の償いを求めたので、カドモスは八年の間、アレースの奴隷として過ごすことになった。その後、カドモスはアテーナーに改めてボイオティアの土地を与えられ、この地を自分の名前にちなんでカドメアと名付けた。後の定売である。この地で、カドモスはアレースとアプロディーテイの娘ハルモニアーと結婚式を挙げた。カドモスとハルモニアーの結婚式は、 オリンポスの神々が列席した最初のものと言われる。この時、アプロディーテーはハルモニアーに黄金の首飾りを送った。アテーナーは黄金の上着と一組の笛を送った。ヘルメースは盾ごとを送った。アプロディーテーの首飾りはヘイパイストスが作ったもので、もともとゼウスがエウローペーに送ったものだが、これを身につけるものは、 見る者が悩ましくなるほどの美しさが得られたという。アテーナーの上着もまた、身につける者に高合し気品を与えたという。これらの贈り物は、後の、バイゼメの七章の伝説につながる。カドモスとハルモニアーは子宝に恵まれ、アウトノエー、イーノー、セメレー、アガウェーの四女、バッシ、ポルドーロスが生まれた。しかし、カドモスの娘たちやその孫たちを、多くの不幸が襲い、 カドモスは深く悲しんだ。娘のセメレーは、ゼウスの子、ディオニューソスを見ごもったために、ヘイラーの怒りを買った。セメレーは、ヘイラーの策略で、ゼウスの本当の姿を見たいと望んだが、それを見たセメレーは落雷の炎で絶命した。ディオニューソスを預けられたイーノーもまたヘイラーも、怒りによって気が狂い、我が子を殺して、海に身を投げた。アウトのエトアリスタイオスの子アクタイオ,ーオームはうっかり、 アルテミスの水浴姿を見てしまい、アルテミスの呪いで殺された。さらにアガウエイとスパルトイの一人エキオーンの息子、ペンテウスは、テーバイの王位を継いだが、ディオニューソスによって狂気にされた母アガウエイやおばたちに、殺されてしまった。老年になったカドモスは、アレースの怒りがまだ完全に溶けていないことを知り、テーバイの王位を退いて、ハルモニアーと共に、エンケレース人の国へ向かった。 エンケレースの国はイリュリア人によって攻められており、ディオニューソスの信託に従い、カドモスとハルモニアーが指導者に選ばれた。アガウエイはペンテウスの死後、イリュリアをリュコテルセースの元に逃れて王妃になるが、父、カドモスが敵型エンケレース人を率いていることを知った。アガウエイは今度はリュコテルセース殺し、イリュリアの国を父に献上したという。 カドモスとハルモニアは最後にはオロチになり、ゼウスによってエーリュシオンに住むことを許されたという。別の説では、アレースが二人をヘビ、あるいはライオンの姿に変えたのだとも言う。二人の晩年の息子、イリュリオスがイリュリアの王となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。